中川に浮かぶ夕日をめがけて。どうも、今日はですね、ちょっとした小ネタをね、やっていきたいと思います。我々の世界ではさ、鏡を見ると自分って映るじゃん。自分の嫌な顔出てくるじゃん。鏡見ると見たくもない。でもね、スプラトゥーンの世界はね、それがないんですよ。反射して映るものがないの。ちょっとそれを見せていきたいと思います。どこだろう？どこだろう？探せ！この世のすべてをそこに置いてきた！どうだ！しかもさ、反射しやすいようにさ、俺わざわざさ、すげえ明るい格好できたんだよね。もう原宿歩いてそうでしょ、これ。鏡どこよ？鏡。鏡なくない？鏡どこよ？鏡。せんべいじゃん。もう俺が鏡になるかいっすもんと。俺が金ピカピンになったら、反射して映るんじゃないか。おっと、ちょっと待てよ！俺がやったら見れないじゃないか。俺は協力者が必要だ。ダメだ、自分は見れないんだ。そうだ、結局意味ないんだ。これを誰かに着せよう。助っ人一人捕まえました。名前はシェンロン。ドラゴンボールにいるあの最強の竜、捕まえることができました。今朝方なんで、スプラトゥーンやってる人いないだろうなと思って、ほぼ諦めて、Twitter と Instagram を使い、ようやく一人捕まえることができました。はい。俺映ってる？この銀の反射で映ってるかな？前は？やべ、全くわかんねえ。見えねえ。全然見えない。全然見えないのだが。あ、これ見えるかもしれない。これ映ってるかな？映ってるならこっちだよね。ちょっとわかんなかったな。わかんなかった。ちょっとズームしなきゃわかんねえや。あと、スコープ持ってこよう。チャージャーの。この格好ってさ、あんま美術大学はさ、反射してるよね。あとは、ここのチャージャーが。あ？これ反射してないね。お、映ってないぞ、俺。どこにいるんだ、俺。あ、ほら、やっぱいないよ。ステージはさ、映ってるよ、ほら。貝殻のところとか。ちゃんと映ってるよ。ほら。でもなんか俺いない。イカちゃんいない。映らない。悲しい。映ってない。え、しかもこれ。え、なんかいる位置おかしくね？これリスポーンにいない。まあ、とりあえず僕は映ってませんね、イカちゃんは。